どうもお疲れ様です。億万長者合宿のやり取りもねかなり長くなりまして5年6年と続いてるのかなと思います。まあこの間にやり取りされた動画っていうのがもう1万本に迫るわけですよね。まあこれはねなかなか面白い取り組みかなと思いますけども、どうですかね。稼いでる人ってのは稼いでないこともやってるんですよ。でも稼いでないことも結果稼げるように使っていくんですよね。でその一つがこの億万長者合宿のやり取りかと思いますけども、さっきねちょっとね別の動画撮ったんですけども、人がなんでね稼げないかってことなんですよ。で私ね今住宅展示場に行って、で1万とか2万とかっていうこうクオカードとかをもらってね、まあ結構ね言ってみれば荒稼ぎっていうかね本当にいただいてるわけなんですけども、まあ私もね家を買ってローンもないですし、土地は広めのものがあるし、それから中古住宅なんでねもう築35年ぐらいなんですよ。だからリフォームなり建て替えなりを本当に考えてるんですよね。だからむちゃくちゃタイミングがいいんで、住宅メーカーハウスメーカーさん行ける限り行ってるんですよ。そうすると1月は15万ぐらい超えたのかな、本当にトータルでね。だから1社行ったら悪くて5000円良くて2万ですからね。で2月も結構予定入れてるんですけども、土日で1日あたり2社行くんですよ。そうなると土日で4社ぐらい行けるわけですよね。で、1ヶ月で15社ぐらい行けるわけですよね。すごいでしょ。これが現実なんですよ。私も別に、都会に住んでるわけじゃないですからね。わずかね、人口40万人台の、まあ、中規模からちょっと下の、中の小ぐらいの都市ですよ。広島県で第2の人口を誇る町ではあるんですけども、だからといってね、広島市の人口110万人ですからね、その半分にも満たない福山市ですから。そういうところでも、このぐらいのチャンスが落ちてるわけなんですよ。さあ、その上で、心意気っていう言葉だったんですけどもね、私がねだからね10万とかね100万とかばっかり取り組んでいたらハードルが高くて追いつけないですよっていう声がね必ず聞かれると思うんですよ。だから逆に1円のもやってますよってことなんですよ、ね、1円のアンケート答えて1円もらってるわけですよでもそうなると儲からないからやらないわけでしょ。で儲からない、ハードルの低いのは儲かんない、儲かるやつはハードルが高い、結局両方ともにやらない言い訳をすぐ思いつくんですよ。だから私はいつまで経っても儲かるんですよね。というのがやる人が少ないからですよ。よくこれ気づいてる方が少ないと思いますけども、ドラッグストアとか行くでしょ。ドラッグストアの商品棚にハガキがね結構ねこう引っかかってるんですよ。それ何かっていうとね、プレゼント応募ハガキなんですよ。でそれをピシュッと取って持ってきて、でそこにね切手を貼らないといけないんだけども、アンケートを書くんですよ。もしくはなんか商品を買った時に歯ブラシとかなんとかのそのベルマークみたいなやつをね、バーコードみたいなやつを貼るんですよ。それで応募すると結構当たるんですよというのがそういうことをやる人が少ないからです。つまり販売促進のためにメーカーさんとか結構いろいろやってるんだけども、でもユーザーの方はねそれあんまり気づかないんですよね。だからそれに気づいた人は延々と当たり続けるんですよ。あとコンビニとか行ったらクロスワードの本とかあるでしょ。クロスワードキングとかっていうのがあるんですけども、それは雑誌を買ってきてクロスワードを解いて、解いたやつをまあ送るんですよ。そうすると当選者、このクロスワードについては3名ですとか5名ですっていうふうに、当選枠はすごくねちっちゃいんですけども、当たる確率結構高いんですよ。多分ね10分の1とかなんですよね。だから毎月毎月出してると年に2、3回当たるみたいなペースです。私大学生の時これ結構やってたんですよ。よく当たるなと思いましたよね。確かにね図書券が3000分とか5000分とかね、そんな万を超えるものはもらえないんですけども、でもねクロスワードキングっていう本だったと思いますけども、それを買う1年分の費用ぐらいは常に賄えてるんですよねそれもだからほとんどの方が気づいてないんですよ。でそれをだからやって儲ける方法でもいいわけでしょ。まあ、そういうふうにね世の中にはね儲けのネタが結構落ちてるんでね、それこそね本当お金が落ちてるのを気づかずにまたいで通ってる、そんな日々なんじゃないかなと思います。やっぱ1円にシビアになると、そういったね、人が気づかない儲ける方法にだんだん気づけるようになってくる。まあそんなところでございます。それじゃあ、いってらっしゃい。